のりこさん、はい。おはようございます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 。声が高いな。声が高いな。<laughs> はいはい、元気、元気そうですね。<laughs> はいはい、元気ですよ、のりこさん。よくった。こうやって声を使って遊べるのも。うん、あの、ポッドキャストの醍醐味というか。醍醐味。声で遊ぶ。うん

まあまあまあ2番目に大事まあとにかく元気ですかね皆<ー>さんはい、はい、<laughs> ありがとうございます元気にしておりますよ <laughs> 元気いっぱいですね僕もプロテイン飲んでます今おおんか味がついてるんですか何味がまずいまずいまずそうねまずすぎる<か> <laughs> これお、ね、いや美味しいのがあるって言ってなかったそうそうそう変えなきゃよかったあ変えちゃったの変えてしまったんとなくあの うん、チョコ試してみようかなと思ってあななるほど,なるほどなんでこんなにおいしくないかな。うんやっぱりねあの悪いチョコ味って一番悪いですよね。あなんかあのあ<ー>例えばアイスクリームとか、うん、あいいアイスクリームじゃなくて悪いアイスクリーム、ね、なんかねあるねなんか悪いアイスクリームのチョコレートって一番悪いですよね。 悪いチョコレートって、うん、本当に美味しくなないですよねなんかねホットチョコレートも同じなんですよね最近なんか飲んだんですけどなんかいいホットチョコレート本当に美におい美味しいですね、うん、のとなんか甘いだけで、うん、なんかねあるねやそういうのね、うん、そうカカオがほとんど入ってないとかでしょ、うんうん、ありそうありそうと言ってチョコレートにこだわりがあるように見せて、うん うん、まあ言ってしまうんですが <laughs> 実は僕はあのなんかカカオが90%とか全然好きじゃないんですねあそうかはい70%とかもダメうんもう10%ぐらいでいいむしろ僕が一番好きなチョコレートはホワイトチョコレート、うん、えっ、はい <laughs> 今そう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 だからなんかとこにこだわりがあるように見せてちょっと反対のこと言ってますけど実はカカオそんなに好きじゃないなんそういうなんですかそうそうホワイトチョコレートが一番好き子供だからんだよそれ子供っぽいんです僕好きじゃないでしょノリコさんホワイトチョコレートいやいやもう全然食べないねえ うん、そういう大人が多いですよね。よホワイトチョコレートは嫌だそうだよね。だってもうチョコレートじゃないじゃんって言いじゃないあれは砂糖です。砂糖とミルク。ね、ミルクっていうかまああれです。砂糖と油えと、それこれ本当の話本当本当んとんと僕子供の時から一番 <laughs> 今でも一番好きなのはホワイトチョコレート。<laughs> あ、そうなの担当です。ホワイトチョコレート担当。<laughs> あのよくボックスとかでボックスのチョコレートで。 ある入ってホワイトチョコレートいくつか入ってて僕の奥さんは絶対食べないねそれはそう私もそれを避けますそうでしょ僕はそれを担当しますもしかしたら世界中の家をねこう渡ってホワイトチョコレートだけくださいって言ったらみんなあどうぞどうぞもう捨てようと思ってたみたいなできるれで生活できますよね はま,あまあ健康にはあるけど死なないですよ死なないなまあ食べ物はあるしばらく死なないですよ <laughs> まだ1年ぐらいで死ね。そ,そうそうあのスーパーサイズミートハンバーガーだけを食べたようなねあんな感じでホワイトチョコレートミートそ,それは意外でした、うん、そうなんですよ ホワイトチョコレートが大好き僕の子供も好きなあ本当にもちろんもちろんこれ子供もだから子供たち好きだあそか甘い方がいいってことかはいはい多分まあでもあと数年したら子供も俺もホワイトチョコレート好きじゃないみたいな多分そうなるでしょうねなるでみんなそうやって大人になっていくんですけど僕はなぜかそこだけはね子供のまんま変わらず まあ言ってみれば僕の唯一の,あの子供の頃からの残ったピュアさというかピュアさ変わらずに,あまあ本当にまあ1歳ぐらいから変わってないピュアなところはホワイトチョコレートが好きそういうことかそこだけ赤ちゃんなんです今でもなるほどは<ー>い <laughs> はい <laughs> そんなんか本んに赤ちゃんの時から変わってないみたいなあるのありますか考えたことなかったないでしょうねだって変わるじゃんね変わるからんかねうんどうなんだろうオレンジジュースとか僕全然好きじゃないしあオレンジジュース飲まないねでもなんかスペインとかなん当に絞りたてのオレンジジュースとかよくカフェにないあれ嫌ですね本当になんでなんで いやな,んなんかフレッシュだと美ねんかね, <laughs> なんかねいやだからフレッシュさがフレッシュさ見てるだけでなんか嫌な感じがしますね、うん、まあフレッシュな <laughs> フレッシュなあのうざさフレッシュさが憎い <laughs> いや本当なんかあの若い若いあのグループ友達見てるみたいなねなんかあの中学生ぐらいのなんか男女のグループが騒いでるみたいな感じ うるさい感じなんかねイメージではそんな感じでフレッシュすぎてもう僕にはもう嫌なんです。なるほどそうフレッシュすぎるキャッキャ言っててねキャッキャキャッキャ言っててそうそうそうそんな感じそんな感じもう眩しいよね眩しいっていうかなんかもういい僕はそんなんじゃない僕はフルーツは全部あのドライフルーツにして食べたいそうねドライフルーツ美味しいよねドライフルーツは大人の食べ物美味しいよ おやつそうそううまみというか甘みが凝縮されねわかりますそうこれが大人の食べ物です大人の食べ物は基本的にはドライドライな食べ物こううまみや甘み苦みが凝縮される水分が少ない感じねそうねそうね水分はもう酒から酒もしくはコーヒー <laughs> はい、なるほど。そう、ビタミンはあの健康にも悪いです。何 <laughs> とも言えないそう <laughs> <laughs> どうお返事したらいいんだ <laughs> 当にビタミン C は特に悪い。酸っぱいあ。いや、酸っぱいのが美味しいんですかいやいや、僕は苦い方が好き。あ、そういうことか。でもコーヒー飲んでますか今朝飲みました。まあまあまあ。 あ、2杯飲みましたね、今日は。あ、2杯飲みました。はいはい。朝1杯と昼1杯。うん。はいはいはい。コーヒー飲んでますか、ノリコさん。あの、朝1杯飲みました。多分この後もう1杯飲むかな。で、それで終わりかな。はいはい。まあまあ2杯ぐらい。コーヒーは必要ですね。コーヒーは必要ですね。必要っていうかまあ、別にいいんじゃないそれぐらいとか思わないですか。なんかコーヒーを、いやいやまあ、なんかその、 なんかねこの前ある生徒さんと中毒の話をしてたんですねアディクションって。で僕は「そのいや中毒ないですよ」って言ったら<ー>彼が「<っ>いや先生コーヒーはどうですか?」って言うんですよ。で「いやちょっと待てよ」。いやいや分からないでもないけど、うん、僕のおじいちゃんもおばあちゃんもコーヒー飲み続けて別に長生きしてるんで。うんうん 中毒といえば中毒かもしれないけど別にそれが原因で死ぬような中毒じゃないからだって朝からバンバンで飲んでるわけじゃないからねそうそう1日2杯ぐらいを90年間飲み続けてる人はたくさんいるわけでそうそうそのたばことは違うんじゃないのわかんないけどその直接死んだりしないでしょコーヒーってどうなのわかんないないんじゃないままああ そんな話は聞いたことはないね聞いいたことはなでしょう。お茶だってそうでしょ。イギリスでたくさん飲む人いるけど、ある意味中毒ますからね。そう、ある意味中毒ですよね。ちょっとやめられないからね。そう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 。だけど別に長生きクイーンだって長生きしたしね。あそうきたか。クイーンだって紅茶たくさん飲んだでしょうね。飲んんだでしょううね 間間違違いいいいななそそうよでもあれだけ長生きするんだったら別にねむしろむしろいいんじゃないむしろ。なんかねんかんですかまあいいですねその健康のためにねいろいろ制限されてなんかこうコントロールされてとか食べ物とかいろいろ素晴らしいねコントロールされてるの。でもなんか私はまあ食べたい時においしいものを食べて好きなものを飲んで。そう まあ、それで人生楽しもうが、いいんじゃないかな、なんて思ったり。で、その話をある生徒さんとしたんですけど。うん。うん、別の生徒、ね。だめだった、その話いや。いや、例えばね、例えば。うん、明日死ぬんだとしたら、何したいですかみたいな。あ、ほうほうほうははは、ありました、ね。ある,あるある。そう、その生徒さんも。いや、僕は違うんですけど、うん、その生徒さんは、明日死ぬんだったら。 さん言ったようにおいしい食べたいもの食べて飲みたいもの飲んで遊びたいところで遊んで言ってましたでねじゃあ40年後に40年って言ったら僕たちも死ぬんですけど結局そう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 私も言いるかな40年後に死ぬんだったらどうですかと言ったらいやそれだったら野菜も食べるしジムにも行くし食べたいものも食べませんって言ったんですよ 食べたいものもだけを食べない、ね、ちゃんと健康に気をつけるってことねそうそう気をつけます、うんはい、じゃあ30年後だったらどうですか、うん、って言ったら、まあ、30年でも多分気をつけますじゃあ20年後だったらどうですか、うん、って言ったら20年後はまああんまり気をつけないとりあえずジム,にもジムはやめますって彼は言いました <laughs> 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 だからそのラインですよねだからどこどこまでだったらそう,そう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 ねっ 僕たちは本当だ本当だこのその、うん、なんか自由さというかまあ例えばのり子さん1年後に死ぬとしたら、うん、もう何ポッドキャストとかもう今すぐここでやめるんですかそののり子さんそのあててさんえ待て待て 1> 私1年後に死ぬと分かったんで今やめます、うん、もう私はいや,やめないでしょうね。 まあ、好きなことやる、やるでしょうけど。い,ね、<laughs> いやいや、できる限り続けるでしょうね。<laughs> え、レッスンも普通にやったり。いや、その。んの結婚も好きなことをするから。うんうんうん。あの、<laughs> あの家のもそうねえ、続けないの。<laughs> まあまあ、あの、家、なんですか。好きなことをなんか、できる範囲でしたいと思うけど。うん、でも、あの、できるだけ普通の生活を続けようとするでしょうね。 えなんか普通に何、うんうん、あのなん,なんかいろいろやりたくないことをやるんですかその掃除したりうん普通のこと続けたいと思いますねなんかななんかこう、うん、長生きのための健康法とかもやるんですか結局1年後にいやどうなのかなそんなことよりはできるだけ、うんうん、その大切な人と過ごして あとはでも、まあでも、そういう状態だったら旅行も行けないかな。かんない,いや、それがね、これはまあもし、いやいやこれ現実的な話じゃなくて、もしもの話なんで、んあの1、1年後に、一年後に死ぬときまではめちゃめちゃ元気です。ああ、そうなの、ね、はい。こういう特別なコンディション。なるほど。あ、特別なコンディションだ <laughs> なン現実病気じゃない。なるほど。なるほど。あ、でも私ね、ルーティーンは続けます。仕事続けると思う。うん、でも、その間に旅行、やっぱり旅行かな。 できるだけ旅に行くと思います。少しはね。ごめんなさい、当たり前のこと、なんか普通の答えだけど。でも僕、旅行しないので、僕だと。私は旅行するかな。その最後見ておきたいとこだけは見ておくかな。かんないけど。ですか。エジプトのピラミッドですか。いや、それは興味がないけど。いや、わかんない。そんなに見たいものありますか見たいものっていうか、旅行ですね。やっぱり行きたいとこ、あ、ない、え、行きたいとこない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 。 まあ、そうなんだ。うん、私行きたいとこありますから、そこ行きますね。うんうんうん。まあまあ、ちょっとピラミッドは見たいかな。うん、最近、ちょっと興味があるから。あ、そうなんだ。うん、うん。うん、私の場合ピラミッドじゃなかったけど、まあまあ、うん、でもなんかどこ行きたいですよね。はいはいはい。うん、でも結局は普通にそく、生活してるんだと思いますけどね。はい。えー、うん。そう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 。そうですね。それがいいんじゃない。 僕もそうですね、僕は絶対に買えないですね僕は普通にレッスンやって、うん、ただお金は取らないな、もう無料のレッスンをたくさんやって、あ、本当死ぬまではいも,ちろんもちろん、もちろん。え私はお金取るお。お金の必要がない、<laughs> 僕には。死ぬんだったら。はい、そしてうもうお金は取りません。本当はそうしたいんですよ。いや、これは本当に。本当にもう、誰からもお金は取りたくない。いや、私、それは絶対嫌だ。 社会に、だってお金を稼いで、うん、ごめんなさい、これは全く反対ですね。うん、あのとってもあの反対です。私はちゃんとお金を稼いで、うん、その対価で自分の仕事なんか自分のプライベートを楽しみたいし、ちゃんと税金もおめたいです、国の。まあまあまあ、でも死ぬんですよ、うん。うん。いや、でも死ぬまで、だってそうすると,みすると。たくさん働いて、たくさん捨てるってことそうするあ、たくさん使うってこと,、うん、とでもそれは、もうでも条件が、私だけ死ぬんですか誰が、みんな死ぬんですか <laughs> なんかあれですねもしもの話なのに結構あの現実的に詰めます、ね、んそうそれもまあ確かに大きい違いですねでもまあ会話会話をしていく上でまあまあうん、うん、自分だけですねやっぱりだからみんなが死ぬんだったら多分ちょっと世界は大変なことになりそうですよねそうでしょそうでしょ、はい、まあでも私だったらやっぱりお金残しますね誰かかにやっぱりあの家族とか ビビったるもんですよ、私、本当に稼いでないから。でも、なんか、形にんん残せるものなら残したい。うん、まあまあまあ,、まあ、まあね、ねまあ確かにね、確かにね、僕も子供とか奥さんとかやっぱりあの考えるかなえ。でも、よく知死ぬんだったら知ったこっちゃないでしょ。そう思わない、私。<laughs> <laughs> いやいや、いやでもね、なる子さん、る子さんが死んだら地球は終わるんです、うんうん、おそらく。 いや,終わるいやいやそこがまたちょっと変でしょう,、えー、そ,うそう思えないからね私はね、うん、<laughs> そう思わないあてっ哲平さんそう思うんだそういう世界観はないですかそういう世界観ないない全然ない <laughs> ノリコの世界はノリ,コ、うん、ノリコの宇宙はノリコが終わったら終わりそうそれがよくわからないなそういう世界観ないどういうことなんですかどういうことなんですか哲平さんはだからそう思ってるってことですよね <laughs> だからわかんないでもど,どういう世界観なんですか いやだから僕が生まれた時に宇宙が始まったみたいなまあそういう世界観もありますよねまあねそう考える方もいらっしゃるそういう世界観ね、はい、うんだから僕が終わったらもうこれは本当に全部が終わる,なるほど、ね、ただ僕の宇宙だからね,ねでものりこさんの宇宙は続くし、うん、子供の宇宙も続くんでそうなんだ、はい、でもそれって証明できませんからね <laughs> はい、難しいなあ,ある意味なんか人生が終わると自分の宇宙自分の宇宙ごと終わるでも他の宇宙は続いてるんだったらそれはその証明はできないからねうまあそういうアイデアもあるらしいですけどうんまあとにかくなんかいろいろ変えない方がいいかもしれないですね確かにね。そのうんじゃあお金取れます、ね、いつも通りむしろもっとじゃああげますよ。 何かに使えるかもしれないじゃないそのお金がもっと高くするいいことでも悪いことでも高くして何かねそうだよそうそうそうガンガン金稼いでもう自分の好きなもの買います私はお金稼ぐこと悪いことだと思わないからガンガン稼いでガンガン使いまくうん何してもいいんでしょう まあでもその何をしてもいいっていう、私はそこはそんなこと言うてない。何をしたいんですか何、何してもいいんでしょう金があれば何でもできる。何を金さえあれば。そう思うそれは違うよね、またね。まあ。うん。それは私は違うと思うけど、金さえあれば何でもできるはちょっと違うと思うけど、でもお金は大切だと思う。うんうん。